9月20日は敬老の日。多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し長寿を祝う国民の祝日となっていますが、もう最近では60歳なんてまだ働き盛り、70歳80歳になっても格尺とされている方多いですよね。もうこうなると何歳からが老人なんだろうと思います。60歳定年、70歳定年ということも議論されていますが、もはや定年という言葉も現代ではなんとなくしっくりこない気がします。そんな中、まだまだ元気な第二の人生どう生きるか模索している方も多いと思います。超高齢化社会に入った日本には何か指針が必要ではないでしょうか。幸福の科学大川隆法総裁の説法には、生涯現役人生、晩年成功法、老いて朽ちずなどなど、シニア向けに説かれた教えもたくさんあります。今日はですね、幸福の科学からシニア世代向けに発行されている情報誌、その名も夢人間の編集を担当されている田中美智子さんにお話を伺っていきたいと思います。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当に素敵な夢人間というタイトルのこの情報誌なんですけれども、はい、この発刊の経緯ですとか、どんな内容の情報誌なのか教えてください。はい、本当にタイトルとっても気に入ってるんですけれども、はい、大川総裁のですね、愛の後先という詩集があるんですけれども、はい、その中の一編のタイトルをいただいたものなんです。で、夢を夢見て生きている夢人間をたくさんこう紹介しているっていう冊子になります。で、コンセプトは100歳まで夢を持って生きる人のライフスタイルを提案ということで、長生きするほどですね、さらに幸せになっていただいて、生涯現役ライフを歩まれることを心から願って制作しています。で、また幸福の科学の活動の中に、大川総裁の教えに基づいて100歳まで生きる会というシニア層の集まりがあるんですね、はい、で、その活動支援にもなっていまして、100歳まで生きる会の活動を毎号紹介しています。100歳まで生きる会は友達作り、生きがい作りを柱としてシニア層の集まりなんですけれども、家庭に光を灯して地域に光を届けるという活動を幅広く全国でされている集まりです。そうですか。で、夢人間というタイトルということです。毎回私も拝読していて、はい、字が大きいし、そうなんですね、読みやすいし、そこ注意してます。実体験が載っているから本当にこうスーッと入るっていうか、説得力っていうか、何でしょう、元気もらうんですけれども、はい、田中美智子さんが取材の中で印象に残っている方など、まあ、挙げたらきりないと思いますけど、今挙げるとすればどんな方がいらっしゃいますか。そうですね、本当にたくさんいらっしゃって、どの方も個性的で素晴らしいんですけれども、夢を追いかけているなんか純粋な思いっていうんですか、その熱い情熱っていうのが、年齢に関係なく本当に皆さんお持ちで、で、共通していることは言い訳をしない、あと自分のその時の年齢を全くハンデとして思っていない、で、人とのつながりをとっても大切にしていまして、素晴らしい方多いんですけれども、何人かご紹介しますね。で、まず最初に、最近、取材した方なんですけれども、この方は宮大工の棟梁、かっこいいんですよ。で、組み立て式置き茶屋っていう持ち運べる茶室をご自身で考案して作ってみたっていうことなんですよね、はい、で、最初に部屋の中だけではなくて、海辺とか山のこう緑の中とか、いろんなところに茶室を置いて楽しめないかと思ったらしいんですよね、はい、で、お茶を立てる時に使う茶室がこう持ち運べるようになったと。そしたらですね、イタリアとかブルネイとかロシアとかからお誘いがありまして、で、3年前で70歳なんですけれども、70歳の時に、ロシアに自分で赴いて、道具は送るんですけど組み立てられる大工さんがいないので、
自ら率先して組み立ての指揮を取るとか、そういう動きに入ってるんですよ。で、世界中に日本の良さを伝えたいっていうのが夢で、今も持っていまして、でこの方がおっしゃってたのは、全てはどんなことでもいいものを作りたいっていう情熱があるかないかで決まってくると。で、こんなすごいもう超プロの技術持ってる方が、技術で情熱はカバーできないんだっておっしゃったんですよね。すごい素敵な一言をね、ちゃんと伝えてくれるんですよね。で、あとは、そうですね、農業なら生涯現役でできるかなって感じで、退職後に農業を始めた方、この方もやっぱり研究熱心だし、マンゴーと冬瓜を栽培してるんですけれども、でマンゴーではなんか糖度が大事なんですけれども、平均13度らしいんですけれども、この方のところで17度まで甘いものができたと、すごい大人気なんですって。で冬瓜の方はご主人が中心に作られてるんですけれども、こちらも品評会で何度も賞をいただいている。言ってみれば素人さんから農業を始めたんですけれども、すごい勢いで発展してるんですよね。すごい。そんな風になんかいろんな方いらっしゃるんですけれども、綿花栽培でね、起業された山本さんが、今日なんかご紹介いただけるそうなんですけれども、山本智子さんとおっしゃる方で、綿花、コットンのことかな。そうですね、未来綿花栽培事業研究会っていうのを立ち上げた方なんですけれども、この方は多くの方に出会いたいっていう思いが一番心の中にありまして、偶然見た綿の木に魅了されて綿花栽培を決意したんですね。でこの方も本当に素人さんで、通販で綿の種をもらって、でそれを自分で勉強して作ってみたっていうのが最初らしいんですよ。で本当に情熱があればどんなことでも突破していくみたいな、とっても明るい方で素晴らしい方です。この山本智子さんの基本的な情報ちょっとご紹介しますと、長野県在住、現在61歳だそうです。で30年余り勤めていた看護師から転身して、54歳でこの綿の起業ですねされました。地元の新聞などにも掲載されたり、それを機に地元の農業委員になり、農村女性マスターになったり、農業委員会、そして高山村、信州大学繊維学部が協力して綿花栽培事業のプロジェクトを作るなど夢が広がっています。前職が看護師さん。看護師さんですね。30年余り勤めてらした。そうみたいですねから転身して、はい、やっぱり夢を持ち続けていて、たくさんの方に会いたいと、たくさんの方に幸せを届けたいっていう思いから綿にこうピンときたらしいんですけれどもね。たくさんの方に会いたいっていうのがそもそもあったんですね。そうですね、この手段がツールとして綿。そうみたいです、なるほど。長野県の高山村というところで栽培されていまして、この信州大学の専門家の方に、お会いしたことが大きなご縁の、最初だったと思うんです。そういった感じで誰かにお会いしてそこから広がっていくっていうパターンが皆さん共通してるかもしれません。実はこの山本さん、番組スタッフが長野県まで取材に行ってきました。ちょっとその山本さんのお声、インタビュー、少しですけれども聞いていただきたいと思います。私多分50歳の退職する時の多分写真あるか分かんないけど、今の私の方が多分輝いてるかもしれないって自分でも思います。夢は笑わずして語れないと思うんですよ。しかめっ面では語らないじゃないですか。で笑顔って、私はナースだから言いますけど、皆さん知ってることですけど、笑うとがん細胞逃げてっちゃうんですよね。元気に細胞はもうみなぎっちゃうわけですよ。そしたらやっぱり夢は素晴らしいことじゃないですか。夢を目の前の人に語る、そうすると夢を語っていくうちにもっと聞き
たい、もっと聞きたいっていうお顔をしてるんですよね。そうするともっと話したいって思っちゃうじゃないですか。それがなんかずっと続いていって、気がつけばバタの畑に来てくださる約束になっちゃったりとか、また会いましょうねってなったり、そういうことばっかり続いてますね。私の中の夢の本当の根源は、自分も育って人も育つっていうことなんですよ。夢をさっきみたいに語り続けていくうちに、だったら自分はこういう応援をしてあげる、自分だったらこういう応援も多分できるからやらせてっていう人たちをたくさん私は育てたいと思ってるんです。それが私にとっては一番中心にある一番のなんか大切な夢の根源なので、それってできたらコットンフィールド、あのテーマパークがみんなの力で高山村にできるっていう、それは何年かかってもそれをやり遂げてから死にたいなっていうふうに思っています。いや、山本さん、コットンフィールドっていうテーマはパークまで作りたいって夢広がり続けてますね。はい、ね、明るくて、うん、とってもあの前向きな方ですね。もうお声から本当、はい、それ伝わってきますね。はい、先ほど田中道子さんがこういう今ご紹介いただいた皆さんの共通点として3つ挙げてらっしゃいましたけど、あの言い訳しない、あ、はい、年齢のせいにしない、はい、あともう一つ何でしたっけ、人とのつながりを大切にしている。なんかやっぱり、言い訳したくなるでしょうし、肉体がね、はい、こう衰えてくると、あと年齢のせいにすれば、ねね、楽な場面もあるでしょうし、そうです、ね、あとちょっとその若い時ほど頑張れなくって、うん、落ち込むっていうことも通過してると思うんですよね、いろんな方、ね、今元気な方もね、でもそれを受け入れて、やっぱりその人とのつながりのところすごいやっぱ大事な気がしてきました。やっぱり引きこもりがちなんじゃないかなって、特に今、ね、はい、そうそう、特に今そうです ね、はい、夢を持ち続けることで、多くの人との出会いがまたあるのかなと思います。うん、なんか誰かに、はい、と認めてもらうということではなくて、自分が楽しくてやってるっていうか、楽しいから声をかけるとか、可愛いから、まあ、綿花栽培やってみたとか、うん、本当になんかスタートはシンプルですよね。そっか、はい、どの方も一番最初からうまくいったわけじゃないんですよね。なんか成功事例だけ聞いてると、あ、トントン拍子で素晴らしい方たちだなって思う、自分たちがなって思ったり、いや全然違うんですよ。本当に経済的に厳しかったり、何回もこう失敗して、まあ、マンゴー一つにとっても最初の年からっていうことではなく、試行錯誤をしつつ、なんだろう、工夫に工夫を重ね、努力に努力を重ねて、諦めないっていうことで道が開けていく。だからこれは年齢と関係なく若い方と同じですね。本当ですね。うん、そこで年齢を言い訳にしないっていうところが素晴らしいなと思いますね。本当学ぶことがいっぱいです。うん、夢を持ち続ける夢の力をどなたでも、なんていうのかな、引き出せるはずなので、うん、私も頑張りますけど大事かなと思います。特別な方たちではないと思います。そうですね。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きいただきたいと思います。こちらは定年を迎える方へのアドバイスとして、質疑応答に答えた説法の一部です。なんか世間の、まあ、お仕着せのこの年齢でこうだというやつ、まあ大体刷り込みが入ってきて、自分も自己暗示にかかってくるので、あと2年で普通の人はもう仕事辞めなきゃいけないんだみたいな入ってくるから、自分もやっぱそうなんだろうなという感じに入ってくるし、病院なんか言うと医者がもうそういうこと言うからね、あ、これは老化現象です、それですぐ言うから、言うなとこうしなきゃいけないところがありますね。だから、人はそれぞれですね、やっぱり思いの力によって若返ることはできるので、自分はまだやるべきことがあって、情熱を持ってるという限りにおいてはやっぱり若者と同じ状態ではいられるんで、やることがなくなったら人は老いるんですよ。だからそういう情熱を失ったら老いていくので、やっぱりやることがなかったら自分で作っていくことしか基本的にはないと思うんですね。
だから50代でもう一回学び直したような人っていうのは、まあ60で朽ち果てるようなことはないわけで、それから先の人生がまだあるということですね。でそういう意味で何回か人生学び直さなきゃいけないんですが、学生時代のやつはまあ大体30過ぎると大体消えていくので、30過ぎたとこで、まあ、社会の中堅層に入っていく段階でもう一回勉強し直さなきゃいけないことがあるんですが、40、50代でもう一度さらに勉強し直すと、あの自分が次にやりたいことの準備が入っていくと、まあ、頭がなんて活性化してきて、少しずつ進んでいくという状態ですよね。常にですね、新しいものに対してチャレンジしていくという気持ちを持ち続けることが大事だし、まあ、夢を持って情熱的にやること、それから毎日自分を律してやっぱ鍛え直していく、繰り返し鍛え直していく努力を続けること、これで、人の寿命なんてもう20年30年もどうにでもなりますよ。だから他の人が60歳でね全く働けようになった、もう勝手にどうぞっていうことで、私は私関係ありませんって、川上の方でも泳いでいきますっていう、これはやればいいので、自分はこうだと決めればその方向に向けていける。なぜひともご成功なされて、他にもどうだいって私の話を聞いてみるかいという70、80の時に行ってみようという気持ちをこう持って、後進のものを育てて、まあ、やっぱり70、80まで働かないと世の中迷惑かかるよと、しっかり頑張りなさいってこう言える自分をこういつも描いておればきっとそうなると思う。今お聞きいただいた説法は書籍エイジレス成功法に収められています。今日は田中道子さんに、いくつになっても夢を持ってチャレンジしている方々のお話伺ってきました。まあ、本当に学びいっぱいでした。元気が出ます。今日ご紹介した山本智子さんのインタビューの様子なんですけども、映像を撮ってあります。天使のモーニングコール公式 YouTube で、取材した時期ちょうど綿花が綺麗に、ね、咲いていたということで、そちらもお楽しみにされてください。で、先ほど田中道子さんからお話しあった幸福の科学の100歳まで生きる会、こちらには夢人間というテーマ曲まであると お伺いしました。はい、ありがとうございます。大川総裁からいただいた素敵なテーマ曲なんですけれども、すべての壮年層がいつまでも若々しく青年の心で生きていくためにシニアのテーマ曲としてということでいただきました。はい、ここまでお話を伺ってきたのは田中道子さんでした。曲を聴きながらのお別れとなります。田中さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。では大川隆法総裁作詞作曲、歌は徳間さんで夢人間。あなたはご存知だろうか、このように夢人間と言われる種族があることを。夢人間は国籍を問わない、夢人間は性別を問わない、夢人間は夢を夢見て生きている、ただそれだけが夢人間を多種族の人間と区別する。シニア世代の方々、幸福の科学にはいろいろな活動やそれから祈願などもありますので、ちょっとご紹介しますね。先ほど田中さんのお話にあった100歳まで生きる会、こちらは生涯現役人生を目指すグループで、全国各地で友達の輪を広げて地域や社会にも幸福を広げていく活動を続けています。また祈願もあります。若返り祈願、こちらは9月限定で全国の商社で開催されています。肉体と魂の自由性を取り戻して若さを取り戻す祈願となっています。長寿祈願もありますよ。こちらも全国の商社で開催されています。一切のこの世的な執着を断ち、仏弟子としての法恩業に生きることを誓う祈願なんです。ボケ封じ協力祈願、こちらもあります。実は私も40代で受けたことがあります。頭脳が20年30年と若返り、バリバリ働いて生涯現役人生を生き切っていくための祈願となっています。
ぜひあなたもいかがですか。皆さんがこの世の人生を終えるその瞬間まで生き生きと皆さんらしく輝くことお祈りしながら、この情報に変えさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回のおすすめ書籍はこちらです。購入に関しては画面右上または概要欄をクリック。興味がある方はお近くの幸福の科学の支部庄社にお気軽にお越しください。その際に天使のモーニングコールを聞きましたとお伝えください。チャンネル登録高評価もどうぞよろしくお願いいたします。